12月12日、インドネシアフロレス島沖でマグニチュード 7.5 という大規模な地震が発生し、死者及び行方不明者2000人以上というインドネシア最悪の地震被害をもたらしました。特に被害の大きかったフロレンス島東部の町マウメレでは、地震発生直後高さ25メートルという津波に襲われ、住居建物の 40% が崩壊し1000人以上が死亡しました。またマウメレに近いラビ島では島全体が津波に襲われ、住民およそ900人ほとんどが波にさらわれました。日本船舶振興会ではこれらの被害状況を深刻に受け止め、海外援助事業の一環としてインドネシア政府に援助金を送ることを決め、12月21日笹川会長がインドネシア大使館を訪れ、フジクンタルソ特命全権大使に援助金2000万円を送りました。インドネシアにお連れして、植林作業を、木を植える仕事をですね、いたしました。その時には大変お世話になりました。若い人たちの活動ということでありまして、インドネシアの方の子どもたちも実はこの事業に参加させていただいたんです。ありがとうございました。